ヒュガ型護衛艦は、海上自衛隊が運用するヘリコプター、搭載護衛艦の艦急。海上自衛隊発の、全通飛行艦艦型護衛艦として、平成16.18年度予算で、各一隻が建造された。また続く出雲型のベースともなっている。全通飛行艦艦の船型から空母とされる場合も、あるが、公式には、全任の春名型を踏襲し、 ヒューガ型もヘリコプター搭載護衛艦とされている。高度な指揮統制能力と合わせて対戦、対空ミサイルを発射できる垂直発射システムと新開発の C4 アイスターシステムにより艦自身が強力な対戦、対空戦闘能力を備えており航空機運用に特化した航空母艦ではなく自前の装備で対戦戦などを行える護衛艦としての機能も重要視されている。 この点が並走を最低限の自衛用のみとし、搭載ヘリコプター運用に特化したいズモ型、DDH と大きく異なる特徴の一つである。広大な全通艦板と大きな船体溶石によって、多数のヘリコプターを同時運用する能力を備えている。これにより、従来のヘリコプター搭載護衛艦よりも優れたゾーン対戦線能力を実現するとともに、 輸送ヘリコプターや救難ヘリコプターにも対応できることから災害派遣や国際平和活動など戦争以外の軍事作戦、水陸両用作戦の支援など多彩な任務に対応する。戦隊規模も従来の軽空母や強襲揚陸艦の一部を上回ることから、海マイナス三十五やハリアーのようなストブル型の戦闘機を運用する軽空母と比較されることもあるが、防衛省は ヒューガ型における固定翼機運用については公式に発表しておらず、また、元自衛艦隊司令官の高田洋次は、空母とは全く本質をことにする艦であるとしている。海上自衛隊の航空母艦建造構想も、参照海上自衛隊は、創世紀より航空母艦の保有を施行しており、第二次防衛力整備計画では、ヘリ空母の取得が試みられたが、これは実現しなかった。 その後、まずは、護衛艦に紹介ヘリコプターを搭載することになり、第3次防衛力整備計画では、ルナ型が、続いて、第4次防衛力整備計画で知らね方が、建造された。ポスト4次防以降、護衛艦隊の基本編成として八艦発揮体制が、採択され、繁用護衛艦へのヘリコプター搭載が開始された。後でも、これらの DDH は、 護衛大軍の航空中数艦として活躍した。この間、1980年代後半には、ソ連軍による、軽空脅威の増大への対応策として、シー・ハリアー艦上戦闘機を、ストブル方式で運用できる、軽空母の建造も検討されたものの、これは実現しなかった。その後、平成10年代中期には、第一世代、DDH の端緒である。 春名の後継艦が必要となると予測されたことから、その検討が着手された。2000年12月に閣議決定された13厨房計画において、この後継艦は、式通信機能及びヘリコプター運用能力等の充実を図った艦として盛り込まれた。そして検討を経て、平成16年度予算で1番艦、ヒューガが続いて、平成18年度予算で2番艦、 伊勢が建造された。13厨房の計画段階では、下記の3つの線形案が提示された。在来型の DDH と同様に全部に構造物を持ち、後部をヘリコプター乾板とする暗環境構造物で前後の乾板を分断し、環境の前後にヘリコプター乾板を持たせる暗環の前兆にわたって障害物のない発着乾板を有する全通飛行乾板型とする。 案三つの案のうち、当初は第二案が予想図ではなくイメージ図という用語を伴って発表された。この図の段階でマストや煙突は右舷側に寄せられており、左舷側には前後の発着艦板をつなぐ大型のシャッターや大きな環境が置かれているだけだったため、実際にはすでに全通艦板の第三案に内定しており、第二案は計画の早い段階で、 航空母艦に近い形状の第3案を発表して憲法9条の解釈をめぐる世論の反発に巻き込まれてしまうことを防ぐために作られた案に過ぎないとも言われている。前任の春長田からヘリコプター運用能力、護衛隊軍機関能力の発展、向上が要求されたことから基準排水量は歴代自衛艦として当時最大の13,950トンとなった。 満載排水量は推定で19000トンとされ、イタリア海軍のジュゼッペ・ガリバルディア、スペイン海軍のプリンシペで、アストリアスなどの軽空母と同等か上回っている。自衛艦としては、マシュー型もほぼ同等の基準排水量を備えているが、補給艦は搭載量が大きいことから、満載排水量は12アオエの方が一回り大きく、全長も24メートル長くなっている。 主戦隊は7層、環境構造物は5層の甲板から構成されている。環境構造物は右辺に寄せられ、長さは70メートル、幅9メートルの、いわゆるアイランド方式となった。環境は、アイランドの4層目に位置しており、同レベルの後部には、航空管制室が設けられている。このアイランド部を除いて、第1甲板は、艦首から艦尾まで平坦な全通甲板構造と、 なっており、全域が飛行艦班とされている。これにより、艦隊の後方3分の1程度が平らなヘリコプター艦班だった従来のヘリコプター搭載護衛艦や最初に発表された予想図のような艦型では不可能だったヘリコプター複数機の同時発着艦運用を実現し、環境が視界を遮ったり気流を生み出すことも少なくなり、ヘリコプターの着艦作業も 容易になった。ヘリコプター運用の妨げになることから、欧州のストブル空母が設置しているようなスキージャンプ勾配は設置していない。水線から飛行艦板までの高さは15メートルに及ぶ。飛行艦板の左舷側にはキャットウォークが設けられている。レーダー反射断面積低減のため、艦隊や上部構造物の外反には傾斜が付けられ、 表面は平滑に成形されている。また、作シルベやフェアリーダー等の開口部は RCS スクリーンを備えており、出港後はこれを閉鎖することにより RCS の低減を図っている。搭載艇としては11メートル作業艇を2隻6.3メートル複合型作業艇を1隻備えている。これらの格納スペースは第3甲板レベル量限に、 レセス状に設けられており、こちらも開口部には RCS スクリーンが装備されている。出機間は、おおむね混合型の構成を踏襲する、ゼネラルエレクトリック LM2500、ガスタービンエンジン4機を2機ずつに軸に配したコガーグ方式となっており、出力も同じ10万馬力となっている。混合型は、 基準排水量7250トンと本型より一回り小型であることからこれと同出力の手記で速力30ノットを確保するため船体設計にはかなりの配慮を必要としたものと考えられている。原動機が設置される機械室は第5甲板から艦艇までを通じて設けられている。従来のタービン推進艦と同様に機械室は 煙突はアイランドに組み込まれており、一方の吸気室は、船体内の第2甲板両限に配置されている。排気ロ、9キロは、第2から4甲板のエレベーター、格納庫を迂回する形で、機械室に導かれている。発電機としては4機の M1A-35、ガスタービン発電機を備えており、容量は、角 2400kW。非常発電機は備えておらず、 主発電機の運転区分により対応する。護衛艦として初めて護衛隊軍司令部を十分に収容できる規模の司令部施設を設置している。FIC は第2艦版 CIC の後部に隣接して設置されており、アメリカ海軍の原子力空母や教習揚陸艦に設置されている TFCC と同様の機能を有している。ここには 海上自衛隊の機関式回線である MOF システムの新型艦上端末である m a t が設置されている。m a t は従来使用されてきた C2T の能力向上版で、股間の戦闘統制用の CDS と連接されている。また、通信機能も増強されており、従来より使用されてきたスパーバード B2 に加えて、より高速、大容量のスパーバード D による 衛星通信を使用できるようになっているほか、必要に応じて、さらに大容量の空バンド衛星通信を使用する用意もなされている。また、アメリカ軍との共同作戦を考慮し、アメリカ海軍の機関式回線である GCCSM も設置されている。これは、USC-42 ミニ玉を介して、フラザトコムなど、アメリカ軍の UHF 対衛星通信を使用する。なお、 音声用の無線通信機は本型よりソフトウェア無線が導入されている。同じ第に看板の前方には多目的室が設置されている。ここは oa フロアや稼働式の間仕切りを備え、必要に応じてレイアウト変更が可能であり、大規模災害時の自治体責任者を交えた災害対策本部や海外派遣時の統合任務部隊司令部などに利用される。また、 これ以外でも、館内各所で情報にアクセスできるよう、館内には JSON と称されるギガビットイーサネット網が整備された。これは、低分のある情報を流せる作戦支援系と一般情報を流せる情報支援系の2系統からなっており、作戦支援系端末は60台以上、情報支援系端末は200台以上が各所に配置されている。また、 同時に広大な館内で館長以下の幹部上院が相互に連絡できるよう館内 PHS も整備された。CIC には1区 -10 アッコズが設置され、個館の戦闘統制に使用される。1区 -10 はオペレーターの判断支援及び操作支援のため予想される戦術状況に対応して、IF 全ルールを用いて形式化されたデータベースに基づく。 ドクトリン管制を採用している。これにより、オペレーターの関与は必要最小限に抑えられ、意思決定の迅速化を図っている。また、1区 -10 は、ノイック -1 管内統合ネットワークを介して、対空戦闘システムである FCS-3、対戦戦闘システムであるオクック -21、電子戦装置などと連接され、完全体の戦闘を統括する。 これらは、新戦闘式システムアテックスと総称されている。全通艦板構造による複数機同時発着能力、支援設備による高度な整備支援能力、大型格納庫による多数機収容能力、高度な C4I システムによる航空作戦完成能力を備え、通常は、紹海ヘリコプターの SH-60J、または SH-60K を3機搭載する。 この定数は、前任者である春永田や白根方と同じで、必要時には、これに加えて、総会・輸送ヘリコプターの MCH-101 を1機、搭載することができる。なお、これらの紹介ヘリコプターの機上に搭載された、戦術情報処理装置と間の戦術情報処理装置を連接するためのヘリコプターデータリンクとしては、新型のオーク -1C が搭載されている。 これは、従来のオークマイナス1竹リンクをデジタル化したオークマイナス 1B の改良型である。整備区画とエレベーターを含む格納庫部は、第2から4甲板のほぼ6割の長さを占めており、全長は120メートル、幅は19から20メートルであり、60メートル19メートルの格納庫のみで、SH-60 紹介ヘリコプターであれば1個。 護衛隊軍の定数に相当する発機以上を収容できる広さを持っている。格納庫は防火シャッターにより前後に区画に仕切ることができる。後部エレベーターを挟んで格納庫の後方には最大20メートル四方の整備区画が設けられ、館内でメインローターを広げたまま整備を行うことができる。飛行看板から格納庫を結ぶエレベーターはいずれも インボード式で格納庫の前後に長さ20メートルのものが2機後方エレベーターは幅13メートルで SH-60 がローターを広げた状態で積載できるため飛行甲板から整備区画に直接移動させることができる前方エレベーターは幅10メートルでやや小型となっている h 六十系に搭載するヘルファイアや十七式魚雷などを輸送する小型の エレベーターも前後2機装備する。全部のエレベーターは弾薬の他にも傷病人や軽貨物の輸送にも使われるため第2看板まで下せる。飛行看板には4機分のヘディスポットが装備されており3機の同時運用が可能である。大規模災害発生時には第72航空隊第7十また2013年のドーンブリッツ2013演習では 陸上自衛隊西部方面航空隊の CH-47JA 輸送ヘリコプター2機及び R-64D 戦闘ヘリコプター2機がヒューガに搭載されて派兵され、当初戦での統合作戦を想定した演習を実施したほか、現地ではアメリカ海兵隊のメガボルト -22B も同艦でクロスデッキ演習を実施し、発着、格納を実施した。 高分原よりに16セルのマーク41モット 22VLS が備わり、防空用の S 無艦対空ミサイル、対戦水艦用に、対空船、編集、伊勢の環境上部に設置された FCS-3。大型が C バンド、小型が X バンドのレーダー免震開発の射撃式、装置である FCS-3 と、 1>, 1区1ッコ図を中核として高度に自動化された対空戦闘システムを備えている。FCS-3 は従来より試験管アスカで運用試験を受けていたものの改良型で C バンドを使用する捜索レーダーと X バンドを使用する射撃式レーダーのフェーズドアレイ、アンテナをそれぞれ4面ずつアイランド全部に0度と270度を向いたもの。 後部に90度と180度を向いたものを設置しており、目標捜索から追尾、そして1区 -10 から指示を受けての攻撃までを担当する。総合的な対空武器システムとなっており、最大探知距離200キロ以上、最大追尾目標数300程度とされる。砲を搭載しないことから、S スの射撃式にのみ用いられることとなる。なお費用節約のため、 ヒューガ搭載機の c バンド用アンテナのうち3面は、アスカの試作機から流用し、1面のみ慎重とした。ただしヒカガリウムを素材とするアンテナ素子については、性能向上を図るため、全体のおよそ1 3が慎重された。また、従来開発されていた FCS-3 は、アクティブレーダーホーミング誘導方式の国産艦対空ミサイルを前提としていたために、 射撃式レーダーを持たず、c バンドの捜索レーダー部のみだったことから、ミサイルとして、セミアクティブレーダーホーミング誘導の SM を採用したことに伴い、タレスネーデルラント社のアッパーの一部を射撃式レーダーとして導入した。SM の射撃可能域よりも、近距離の航空脅威に対処するため、飛行艦板前端と、船体後部左辺側に設けられたスポンソン上に、 高性能2 0ト、mm、ル機関砲を計2機搭載している。対戦、対水上戦、編集対戦戦闘システムの中核となるのが、オークック -21 ソナーシステムで、これは新開発の大型監視装備ソナーと対戦情報処理装置、水中攻撃式装置を統合したものである。ソナーは試験艦アスカで試験されていたもので、 ドーム長40メートル強という長大なソナードームの全部には従来と同様の円筒形ソナーアレイを備え後方の両側面にフランクアレイを装備する従来の機種に比べて探知距離と旋回域での探知精度が向上しているこのように時間装備ソナーの性能が向上したこともあって航空運用能力を確保するために戦術エコーソナーは装備しない マーク41モット 22VLS 対空用の s 部、対戦水艦用のベラが収容される。時間装備の対戦火力としては、マーク 41VLS より発射するベラ、対戦ミサイルと、原則の3連装単魚雷発射管ホスマイナス303がある。搭載する16セルのマーク 41VLS のうち12セルがベラに割り振られる。また、将来的には、 新開発の07式垂直発射魚雷投射ロケットの運用も予定されている。ホス -3033 連装単魚雷発射艦は従来より使用されてきた68式3連装単魚雷発射艦シリーズの最新版で新型の97式単魚雷の運用が可能となっている。また、搭載機のうち SH-60K はエイジム -114。A エムヘルファイア通空対艦ミサイルが装備でき、砲や対艦ミサイルを持たないヒューガ型における間接的な耐水上火力となる。洋上でのテロ攻撃に対処するため、合計で7機の 12.7mm 重機関銃 M2 を搭載する。近接防空用の高性能 20mm 機関砲も、高角照準機能を持つブロック1バイトと呼ばれるバージョンを採用したことで、小型。 高速の水上脅威が接近してきた場合に対処できる。インドネシア国際緊急援助活動の教訓を踏まえ、平成18年度防衛予算に、ヒューガ型への機能の負荷が盛り込まれた。概算要求の概要には、煙突の間の洋上補給装置、格納庫内の中間フラットと移動用装置が記載されていたが、予算の概要には、 後方の煙突のヘリリンク用アンテナを一機追加、格納庫内の中間フラットと移動用装置が記載されている。看板上で負傷者の救出訓練を行う、隊員マルチハザード化とグローバル化を背景に、近年、世界的に戦争以外の軍事作戦のニーズが増大しているが、本型はこれらの作戦においても非常に有効であると期待されている。 特に自然災害の頻度が高い日本においては災害派遣における人道支援任務への応用が期待されている。全通艦板などの設備により航空機の運用性が向上していることから関西用に設計されていない陸上自衛隊機や消防防災ヘリコプターなど民間機の離着艦も可能とみられている。この性能を生かして 大規模災害時の会場基地としての機能も盛り込まれており、また、上記の多目的室など自治体関係者による合同対策本部を収容できる設備が用意されているほか、後部エレベータースペースの直前には集中治療室を含む病床発症や手術室一床などの医療設備を持つ。また、弾薬用エレベーターはストレッチャーと付き添いを乗せられる。 大きさとなっているほか、飛行甲板から所領室までの経路はバリアフリー化されており、傷病者をストレッチャーに乗せたままで迅速に移送できるよう配慮されている。2009年9月5日には、横浜市が横浜港の大三橋不頭に停泊したヒューガを拠点に5機関合同防災訓練を実施、陸上自衛隊、海上保安庁、神奈川県警察、 横浜市安全管理局によるヘリコプター発着艦訓練、海上自衛隊の SH-60 系による負傷者搬送、収容訓練が行われた。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し、ヒューガは被災地への物資輸送及び被災者の入浴支援のため、16日午後、横須賀基地より、 三陸海岸沖に進出した。s h 1 6 0軽小海ヘリコプター4機に、加えて、各種自衛隊ヘリコプター及び、アメリカ軍機の母艦として活躍し、ヘリコプターを生かした物資搬送能力は、人道支援にその実力を見せた。固定兵装ではなく、搭載品扱い固定兵装ではなく、搭載品扱い2隻の春長田を代替するため、ヒューガと、 伊勢の二隻のヒューガ型が建造されている。どちらの艦名も大日本帝国海軍の伊勢型戦艦と同名である。艦番号は当初、建造番号2405号艦に DDH-145 が、建造番号2406号艦に DDH-146 が与えられていたが、後にそれぞれ建造番号2319号艦と、 看板号 DDH-181、建造番号2 3 2十号館と看板号 DDH-182 に変更されている。春名型と白根型の看板号は141から144であったので、ヒューガ型の看板号は従来型 DDH と連続していないことになる。その後の白根型体液に対しては、本館型の追加建造は行われず。 ヒューガ型に比して、船体をより大型化し、ヘリコプター運用能力と、災害派遣等で必要となる多彩な輸送能力を高めた、出雲型二隻によって代替された。エヴァンゲリオン新劇場版、キュービレ所属艦艇として登場。長時空、DDH ヘリボ艦南海の決戦架空艦、DDH-184 ナノが登場。第二次世界大戦時にタイムスリップし、 本来の史実にはなかった東京への原爆投下が起きることを知ったため、それを阻止するため、旧アメリカ海軍と対決する。マリカ、セブン架空間、DDH-183、マユユが登場。インフェクション漫画ン192話にて登場。看板号も確認でき世界中に発展した、保健者騒動から、総理大臣が避難した。日中戦闘戦争。 南方急行作戦の機関として、ヒューガが登場。エースコンバットアサルトホライゾンマスターファイルアスフ、X 神殿2ゲーム本編には登場しないが、関連書籍の本書に、ストブル空母に改造された、ヒューガ改め型 DDV として登場。大戦略シリーズ主に、現代大戦略シリーズにおいて、日本ユニットとして登場。現代大戦略2003にて、新型、 DDH として初登場し、現代大戦略2008にて初めて、ヒューガという実名で登場した。また、それ以前にも、ヒューガ型をモデルとした艦が、大戦略マスター・コンバット2には、飛竜、現代大戦略2001及び、現代大戦略2002には、赤木という名称で登場しているが、双方ともに実際に、ヒューガ型が収益する以前の作品であるため、 実際のヒューガ型とは、排水量が異なる、V トール機が搭載可能になっているなどの相違点がある。1、700ウォーターラインシリーズ海上自衛隊ヘリコプター、搭載後衛艦ヒューガヒューガ型の初の模型化された、プラモデル。1、700ウォーターラインシリーズ海上自衛隊ヘリコプター、搭載後衛艦伊勢修航時、伊勢の心臓時の状態を模型化したキット。 ヒューガとの識別点がモデル化されているほか、同スケールの回 -35 ライトニング2、C ハリアーを同封。1、700ウォーターラインシリーズヘリコプター搭載護衛艦、ヒューガ離島防衛作戦蒸気のヒューガのキットに、陸上自衛隊の R-1SR-64、DO-1 と、アメリカ海兵隊の a b 7 v 2 2オスプレイの同スケールキットを同封したバージョン。 ボックスアートで中国人民解放軍海軍の空母、遼寧に似た軍艦を撃沈しているとして中国メディアにも取り上げられた。1、700海上自衛隊ヘリコプター搭載護衛艦 DD、DDH-181 ヒューガフルハ春モデル、バントウォーターライン版がある。1、350海上自衛隊護衛艦ヒューが飾り台付けのフルハ春ルモデル。ありがとうございます。